ザナギとイザナミの仲裁人が謎すぎる。この神様は薬姫という神様で、読み国から逃げ帰ったイザナギと、彼を追ってきたイザナミが読み平坂で激しく言い争っている時に、読み国に通じる道の番人と一緒に登場した女神です。そもそも、ことの発端としては、その昔、イザナギとイザナミの夫婦は、国土を作り出す国海と、その国土を営む神々を誕生させる神海をそれぞれ命じられました。その中で、ある日、イザナミは、カブツチという火の神様を産んだ際の火傷で亡くなってしまいましたが、これを悲しんだ夫イザナギはどうしても執着を捨てきれませんでした。なんとわざわざ死者の国まで追いかけて帰ってきてくれとお願いしたのです。しかしイザナギは、恐ろしい姿に変わっていたイザナミを見て逃げ出し、イザナミは怒ってイザナギを追いかけ、二人はこの世とあの世の境目である読み平坂で口論になります。そこに突然現れたくくり姫は、何かを言いました。それを聞いたイザナギは、くくり姫に感謝し、その場を立ち去りました。くくり姫が何を言ったのか不明ですが、その時、くくり姫がどこからともなく現れて二人の言い争いを仲裁し、イザナギは安心して現世に帰ることができました。このようなエピソードですが、突然現れたくくり姫、謎が多すぎる。なんと極めてマイナーな神のはずのくくり姫は全国トップクラスに祀られているんです。まずこのエピソードは、古事記にも日本書紀にも登場せず、日本書紀の注釈や外伝のような役割を持つ一書で登場します。そのため、極めてマイナーな神と言えます。にもかかわらず、くくり姫信仰の白山姫の狼は全国各地にある白山神社の総本社であり、白山神社は全国に2000社以上あり、日本神界でトップ10に入る大手神様グループです。ここまで大きく信仰が広がっているのはとても謎と言えます。さらに、くくり姫の正体についても、具体的にどんな神様なのか謎が多く、名前のくくりから、死者の魂や神と人間の間を媒介する話を作る巫女や、みそぎを手伝う巫女などの神格化という説があります。また、神仏集合では11面観音と同一視されています。このように正体不明なのに多くの人に信仰されている、影の実力者のような神がくくり姫なのです。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。